あなたは名刺でこんな間違いをしていませんか？名刺を作成する際、なぜ材質や紙質にこだわってはいけないのかご存知ですか？なぜおしゃれなデザインが意味がないのかわかりますか？なぜ裏面が白紙のままではダメなのでしょうか？実はこれらが多くの人が名刺を作成する際に知らず知らずのうちに犯してしまう間違いの典型例です。この間違いに気づかずに名刺を配り続けていると、名刺をいくら配っても時間とお金を無駄にしてしまうことになってしまいます。でもこれらはもっと重大な間違いに比べれば取るに足らないものです。最も重大な間違い、それはあなたが言いたいことが相手に何も伝わっていないということです。ここに大きな問題があります。例えば異業種交流会などで大人数と名刺交換したとき、記憶に残ることすら容易ではないと思いませんか？実際あなたの手元にある名刺の束を眺めて、どのくらいの人の顔を思い出すことができるでしょうか？ほとんどの人の顔を思い出すことすらできないのではないでしょうか？印象に残り、伝えたいことを伝え、仕事につなげていくための名刺には、押さえるべきポイントがあります。このポイントを確実に押さえ、あなたの大切な時間とお金を無駄にするのを今すぐやめませんか？ご自身の名刺を見直してみて、何も相手に伝わっていないなと気づいてしまったら、鳥取市で70年以上名刺制作の実績があるインショップいろは堂へご相談ください。詳細はコメント欄をご覧ください。